モーニングジャム。トリフォおもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。おもろい家族、それは私のおば。先日おばと話をしていたら、今まで車の洗車、スタンドのスタッフにやってもらう手洗い洗車しかない、手洗い洗車しかしたことがないと分かったんです、うん、けどもいつも行ってるスタンドが閉店するらしく、近くにあるセルフのスタンドで洗車機にチャレンジしたいと言い出して。なるほど。なので早速私の車とおばの車2台で出かけました。洗車機が1台しかなかったので、おばの車を先に洗車することにしたんです。踏切みたいなバーのところまで車を進めて、一度車から降りてパネル操作、洗車のメニューを選択するっていうのを教えて、いよいよスタート。バーが上がったんで車に乗り込んだおばに、停止って表示が出るまで前に進んでね、そしたら洗車が始まるけんと伝えて、緊張気味のおばはうなずいてそろりそろりと進んでいきました。私はとりあえずほっとして自分の車に乗り込んで、バーが降りてるところまで車を進めて、前を見るとおばの車がちょうど停止の表示が出たところで停車したんです。ああよかったと思ったら、いきなり車から降りてダッシュでこっちに向かってきました。ちょっとちょっとと思いながら、私の車の助手席に乗って、ああこれで大丈夫やね、なんで降りてきたん、えスタンドの人降りよったよ、いやそれスタンドの人だけ、他の人はちゃんと乗っとかないと、まさか降りてくるとは思わず、しかもマジな顔でこっちに向かって走ってきたから、もう私びっくりして、その後笑いが止まりませんでした。よかったね、もう間に合って。なるほどね、あのいやもう本当ね、大変なことになりますから。大変なことになりますか。そうなりますか。いやいやいや、あのねでもあの今まで一度しかないんですよ、窓開けたまま洗車したって聞いたことが。意外と皆さんきちんとやっぱ閉めてるんだなというふうに思いますね。なんかうっかりのメッセージが多いから、そんなメッセージとか来そうなもんだけど、確かにね来ないんですよね。だから意外といないんだなって。何ですか、好き好きバタンって。めちゃくちゃ早く来たでしょうね。そりゃそうでしょ。私そうおばさんがそんな人だったら一生忘れないと思う。さあそれからね、これも行きましょうか。女性の方、お名前はまあいいかな、みゆきさんですね。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。現在妊娠生活半分の折り返し地点、折り返し安定期に入って座りもなく、お腹も少し出てきて、そろそろ赤ちゃんが動く時の態度が分かる時期になりました。あそうですか。ウィザンの私は最初お腹でゴニョゴニョしているなぐらいであんまり分からなかったんですが、最近昼も夜も関係なくゴニョゴニョポコンポコンと感じるようになりました。と同時に妊婦にはつきものの便秘にもなってしまって。ああそうなんですよね。あそうですか。はい、なりがちです、うん、お薬が苦手な私はなんとか食事で野菜やご飯をしっかり食べて水分も取るようにして乗り切ろうとしています。ところが先日食事の後
便秘を意識してたくさん食べていたのでお腹がパンパン。いつもなら赤ちゃんの胎動も感じるのにさすがにわからないぐらい。すると便意、トイレに駆け込む私。便秘のためお腹は張るのになかなか出ない。これって息も練習でしょうか。練習、まあ、なってますなってます。何度かチャンスがやってきたんで、と思いっきりお腹に力を入れて、そして出ました。やっと出てすっきり、まるで出産の練習みたいに苦しかったんですが、なんとか出ました。するとさっきまでうんともすんともしなかった私のお腹、ビョンビョン、ポコンポコン、赤ちゃんがいつもより元気に動き出したんです。私も苦しかったんですが、赤ちゃんは私の溜まったものによって狭いスペースで動けずにいて大変だったっていうことなんでしょうか。いつもより元気な態度を感じつつ、お薬に頼ってもいいのかなと思う私でした。そういうのあるかね。どうなんでしょうね。ねえ、赤ちゃんのスペースを狭くするぐらいって言ったら、ギャル曽根さんとかならね、わかりますけど。やめなさい。背中まで膨らむって言いますからね。ギャル曽根さん、食べた後あのヘアメイクの人が見たらですね、背中が膨らんでたって。普通前が膨らむでしょ、後ろも膨らんでたって。本当すごいですって。やっぱり器がすごい。やめなさいって。もうさ、もうあのね、もう一つ言いたいんだけど、いやいや当たり前だろ。その先言ってどうするんだよ。言いたいなじゃないよ、曲中に言うね。いや、聞きたくないよ。その言いたいのよ、その後のなんだかんだが。そう。聞きたくないんだっつうの。もうびっくりですよ。いや、その聞きたいから教えてって言うんじゃなくて、言いたいっていう。聞きたくないって言ってる人に無理やり聞かせる、すごいですね。まあまあまあ、後ほどね。さあ、それからね、これいきましょうか、女性の方からいただきました。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。中1の娘に弟の日記がおもろい家族で紹介されたよと話していたら、そういえば今日日記のお題は無人島に行くなら何を持っていくなんだよと。娘の日記の宿題はタイトルが決められてて、それについて短い文章を書くというもの。ママなら何と聞かれて、そうだな、無人島に行くんだったら食べ物と水かな。そしたら主人が、聞かれてもないのにナイフと食べ物。僕はニンテンドースイッチと小学3年生の弟で、あなたはなんて書いたのと聞いたら、水着。真顔で答えてるんです。なんで水着なん。え、だって無人島にはあんまりいたくないからさ、泳いで帰るためだよ。そういうこと。娘は小さい時から居心地のいい場所を見つけてブランケットにくるまって何時間もぽやーっとできるタイプ。あなたらしいねと家族一同大爆笑。無人島という言葉を聞いて、その場で生きることを考えた A 型の私と B 型の夫と息子、それに対して無人島は嫌だから居心地のいい場所に帰る術を考えた AB 型の娘。血液型の違いもあるんでしょうか。人って本当にいろんな考え方があって面白いなと思った出来事。そして娘は今日も暇さえあればソファーの上でモコモコのブランケットに身を包み、最高に居心地のいい場所でリラックスしております。これからもその個性を大切に。そしてその日記、担任の先生からのコメントは、冬は寒そうだね。ちなみに担任の先生は A 型だそうですね。すごいな。水着っていうのはなかなかない答えだよね。ですね。いや、これはかなり斬新な答えだなというふうに思います。